こんにちは、つちのこです。さあ、ポケモンスナップの方続きやっていきましょう。今回は虹の雲ですね。これが秘密のコースか。よし、幻のポケモンを写真に。あ、これあれか、本人が言ってんのか。大木戸博士じゃなくて。さあ、お尻プリプリしながら虹の雲行ってみたいと思います。よし、本当に虹色だよ、雲。ねえ、ダクトリオとかいるんだけど。あ、ドガス。ちょ待って、どうやんの。あ、お、いた。あ、破けそうじゃない、なんか。破けねえ、全然。ミュー。ミュー、キューキュー、キュルキュルしすぎでしょね。超目回るから、これ、みんなが。笛は？ねえ、何これ。え、ミューミュー言ってる。あ、あ、ちょっと待って、今一瞬出てなかった、外に。くそミュー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 、東京ミューミューじゃねえかよ、もう。ミュー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 、なんかキラキラ。あ、ミュー取れた取れた。でもこっち見てる。ミュー取れたけど、何くるくる回ってんの、あそこで。ミュー3枚取ったよ。何この悲しい感じ。後ろに戻るしかないっていう。まあでもミュウは取れましたよ。これは幻のポケモンミュウじゃないか。これだけで2500点の価値はあるぞ。大きさは230じゃの。むず。実はの。ねえ、おかえり。ついにやったな。うん。土の子、まさかこの島にミュウがいたとは。わしのポケモンレポートもこれで一つの区切りができたぞ。これというのも、ツチノコよ、君の協力があったからじゃ。わしも良いカメラマンに出会えて嬉しいぞ。それではまた会おう。終わりなの、もう。ミュー取れただけでもういきなり切り捨て状態なの、僕。もうなんかカメラマンとして用なしなの。あ、終わった。トサキンと、あ、取れなかったな、トサキンとうまく。いや、面白いね。ポケモンスナップ。ちょっと昔のゲームだし、もうなんか単純にね、こう、ポケモンたちの可愛い姿撮るだけなのかなと思ったけど、いろんな要素があって、こう、撮らなきゃ、次のね、進化にしないとか、いろいろあってめちゃめちゃ楽しかったですね、僕。ポケモンの笛とかね、徐々にアイテムが解禁されて、同じステージでもね、新たなアイテムで、こう、別のポケモンが出てきたりして、こういうギミックが新しいポケモンスナップにも出るんでしょうか。これはちょっと僕ね、勝手に偏見で、こう、ただね、草むらとかにいるポケモンを移すだけのゲームかと思ってたんだけど、こうやってね、大木戸博士が得点を、こう出してくれたりするシステム、これめちゃめちゃこうね、なんか、おーし、もっといいの取ってやるぜっていう気持ちにさせてくれるので、僕的にすごいね、楽しかったです、やってて。ただ、ボリューム的には、6ステージしかないのかな ?7 ステージかな、ちょっとね、短めかなっていう。フルプライスで買うにはね、楽しむのは短いかなとは思うんですけども、これでもさ、本当にいい写真を撮ろうと、粘りまくったら、すげえプレイ時間になるかもしんないね。もうポケモンの生態を完全にこう、頭の中で把握して、ここでね、リンゴ投げて、いい顔を撮るぞ、みたいな。そういうのをすると、そういうのこだわり始めると、めちゃめちゃね、楽しいし、こう、時間もね、長く遊べるんじゃないかなと思いました。こう、新たなね、ポケモンスナップは、もうこの頃と比べてポケモンの数がめちゃくちゃ増えてるんで、全部出るということは多分ないと思うんだけど、ボリュームにはちょっと期待したいですね。
スイッチ版で綺麗にもなってるだろうし、伝説ポケモンもいっぱいいるんでね、最高のゲームでした。あー終わってしまった。いきなり終わって、いきなり終わらされてびっくりしたけど、でもこれさ、続きからでやるとまた新たな何かが始まったりしないのかな。待っておったぞ。ついさっきポケモン学会から連絡があったんじゃが、なんとポケモンアイランドの公式カメラマンスコアが発表されたんじゃ。一度のコースチャレンジで合計何点取れるかを競うもの、人呼んでチャレンジスコアじゃ。ツチノココースに行くときにツチノコのハイスコアと伝説のカメラマンの記録チャレンジスコアを見れるようにしておいたぞ。頑張るんじゃぞ。すべてのチャレンジスコアを超えるのじゃ。あ、なるほど、そういうことがあるのね。1回のコースで高得点を取れか。なるほど。ちょっとじゃあ教えてもらった洞窟ヤドンをヤドラにするのと、チャレンジストア、151万円、ちょっと待って、高くね、チャレンジスコア。どうだ、やるのか。やってるやってる。あー出た出た出た、ヤドラ出ました。かわいいな。ヤドランできました。ヤドラン取れた取れた。ヤドランはなんとか取れました。でもうまく取るにはどうしたらいいんだろう。チャレンジハイスコア高すぎねえね。あ、え、写真84000、スコア50万点。へえ、今ので。さあ不思議だねはどうじゃ。大きさはええの。ポーズ1200、よーし、仲間もいてバッチリじゃ。オッケー。さあヤドン、ヤドンも大きさいいよね。ポーズは悪いのか。よっしゃ。さあヤドラン、大きさはちょっとちっちゃいの。お、ポーズはいいね。真ん中映ってない判定か、あれ。よし、お、ポケモンレポートあと1種だって。じゃああれじゃん、なんだっけ、ベトベターのやつで終わりじゃない。おし頑張るぞ。なんか写真撮ってって言ってたな。ここでベトベタを撮ると何が起こるんだ。ここも撮るんかな。あ、あ、来た来た来た。あー、ベトベトになった。すーげえ。よく、よく作られてんな、マジで。あ、当てたんじゃない？めっちゃ、でかいでかいでかい、今回。おし、いいぞ。あー後ろ姿しか。よし、真ん中一応取れたかも。オッケー、点数どうだ。写真全部撮ったよ。写真は15万点、ポケモンは8種、120万点か。うわ、むずっ。さーてどうかの。ズバッとは大きさええの、ポーズもええの。真ん中通れてないの、マジか。さあ新しいベトベトン、大きさは400、ポーズは1000点、テクニックは真ん中に映ってる。よし、そしてウツボット、大きさいいの、ポーズはいいぞ。よし、
ちょっと上がった。そしてピカチュウ、風船ピカチュウじゃ。大きさは、あー前よりちっちゃいか、確かに。くそー。そしてルージュラ、大きさは970じゃ。10だけ上がったな。よしよし。そしてフリーザー、大きさは400点、ポーズは1000点じゃ。よしぞ。よしよし。そしてプリンは、おお、あー負けてる。仲間のあれで負けた。おーし、63種。実はな、来たよ。とうとうポケモンレポートが完成じゃ。よくやったぞ。ツチノコこそ真のポケモンカメラジャマンじゃ。おめでとう。もうわしからは何も言うことがない。自分でこれはいいと思ったものにシャッターを押せばそれでよいのじゃ。この島の研究も長いようで短かったの。手伝ってくれてありがとう、ツチノコよ。心から感謝しとるぞ。それではまた会おう。え、何これ、スペシャルエンディングもあんの、まさかの。ねえ、なんで、なんで2回も見なきゃいけないの。あ、もしかしてこれ僕のじゃん。僕が撮ったエンディングじゃん、これ。これ嬉しいね。僕撮った、これ。覚えてる。ズバッと真ん中の方が良くなってたな。もう全然良くねえ、これ。まさかこういうの見れるななんて、嬉しいな。僕が撮ったんだ、このリザードも。こんなでっかく撮れてたっけ。風船ピカチュウがナンバーワンなのが、ちょ、どうしても消せないんだけど。あんなちっちゃく撮れてんのに。いいね。ストーリーがあるね。これ可愛いよね、やっぱね。二人がこう、笑ってるっていうのがいい。そして、ニョロもだっけ。いいね、いいね。一つのリンゴを奪い合う人影。海竜かわいい。海竜かわいすぎる。そして、トサキンとまともに取っとこう。トサキンとかわいそすぎる。顔出てない。おー、リザードいいね。そして、これはコクーンか。コクーンも真ん中が、あれでね、ギャラドスも取れたな。よう取れたな、ほんと、コイキングをなんか。あ、そしてミュウが逃げてる。これ全然ちょっと、うまく取れてない。ミュウちょっとちゃんと取りたいな。ゴローもなんか目つぶっちゃってるし。かわいいね、ニャース。そしてベトベトン。この間のベトベトン。63種いるのか、全部で。さっき取ったルージュラだね、これは。そして、おー、すごい。火の粉が舞ってる、ほんとに。ウィンディ。あれ？ガーディーとかいなくなかった？全部じゃなくない？これ。あ、あれかな？上位のやつを羅列した感じなのかな？いやあ、いいゲームだったな、ほんと。まさかのエンディング2個もちょっと1回の動画で見ちゃってちょっと悲しいですけども。はい、ということで、ポケモンスナップはめちゃめちゃね、楽しかったです。ちょっとこれからね、ハイスコア目指すかどうかはちょっとわかんないですけども。一応ね、今回はエンディング、ちょっと気持ちよくね、エンディング見れたので良かったかなと思います。そうそう、ミュウをちょっと綺麗に映したいけど、どうやったら映せるのか、もしね、コメントであったらちょっと挑戦しようかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画も良かったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。Oh yeah.